声優ジャッシュ。誕生日だからって絵を描いてくれたらしいわよ。私ね、実はナルト見たことないの。だからキャラクターがね、崩壊するんじゃないかと思って。怖いのよ。声優ジャッシュしか知らない。この絵もね、素人丸出しよね。技の名前もわからないし、どんなキャラクターかも実は全く知らない。この色合いとかもね、何個も何個も資料を見て塗り直したりしているのよ。そんなことを言っていたら私が完成しました。どうも、こんばんは。クジラでーす。どうも、声優ジャッシュ。だって、低い声でいつもやってるけど、私、こんな感じなのよ。全然ね、普段は悪役とかやったことなかったんだけど、なんか監督さんがね、すごい押してくれたの。だって、オロチマル、いやいやいや、女性がやるなんてありえないみたいな、そんなことを言われてたんだけど、だからオーディションでね、いろいろな声やらされたのよ。大変だったんだから。ねえ、オロチマル誕生日ってことなんで、私もなんかね、自分が祝われてるみたいですごく嬉しいわ。え、そんなこと言ってたら結構完成に近づいてるんじゃないかしら。え、いいでしょこの感じ。ねえ、すごく楽しげじゃない？ねえ、私ね、クジラちゃんチャンネルっていうね、YouTube もやってるの。今ね、登録者6000人ぐらいなんだけど、ぜひ遊びに来て。あのね、相談に乗ったりとか、あとね、声優さんをね、ゲストに迎えてお話ししたりとか、そんなのもしてるのよ。ねえ、楽しいわよね。ちょっと見てみて、この絵。ちゃんと髪留めのところで、クジラにしてあるの。ねえ、かわいいでしょ。そんなこと言ってたら完成したわ。オロチマル、誕生日、おめでとう。じゃあ、クジラちゃんチャンネルよろしくね。こんな声真似などもやっております。よければグッドボタン押して帰ってください。ありがとうございました。